南シャチバナナ畑のアップルバナナの親株はやっと巻き葉を伸ばしてきたところですね。まあ、この環境ではなかなか家計が太くならないので、あんまりいい収穫はまだ期待できるような複数本立ちではないんですがね。去年実をつけたままこの擁壁のフェンスから向こうの隣の放置梅バターの方に倒れ込んでしまったタイベジタブルバナナは親株を切断して残しておきましたので、1,2,3 と5株は出してきましたね。その上の方から倒れたのにも5株が出てきています。このプラタワー、ブラジルのプラタワー、サンタカタリーナは元気に育っていますね。サンタカタリーナもですね、環境によって、まあ、このようによく成長してくるものと、あと越冬できなかったものとか、越冬してもなかなか成長が芳しくないものとか、個体差がかなり激しいので、まだまだプラタが本州でいいとかは言えないんですけどもね。これはタイベジタブル、そちらは銀バナナですね。この辺はまあ大丈夫だと思うんですがね。去年台風で家計切損したセイロンバナナ苗はなんとかかんとか成長再開してきています。こちらのタイベジタブルバナナのファミリーもこれとそれと2株は収穫できそうですが、これはフェンスの方に倒れ込んでダメかもしれませんね。家計は一番太かったんですがね、去年のうちに倒れ込んでしまって、なんか今弱々しい弱々しい巻き葉は出してきてるんですが、おそらく成長は良くないでしょうね。今年寒い時に試しにこの南シャチバナナ畑に植えてみたあえあえの粉えがなんとか持ちこたえて生き残ったみたいですね。まあ、
これから成長してくれればいいんですが、あえあえフロリダはなかなか通年露地栽培はこんなんですね。アイスクリームバナナは、まあ今年だいぶ大きくなってきて、まあ不入りですが、小株も出してくるように思われますね。ラスタリアカはですね、なかなか成長しなくて、家計をカットバックしてやっと、今2枚目の巻き葉を出してきたところなんですね。ちょっと小株を所望されているので、今年秋ぐらいまでにお渡しできるような小株が取れればいいんですがね。沖縄からやってくる苗というのは、本州和歌山県での活着率は5割あるかないかなんですよ。で、和歌山県から沖縄に送ったものも、そんなには活着率が良くないんですね。まあ、どちらかというと、沖縄からやってくるものよりは、和歌山県から沖縄に送る方が活着率はやや高いんですがね。ですから、気候だけじゃなく、その遠距離移動ですね、輸送であれ、遠距離移動にはバナナにとって植えられた後の気象条件、土地柄などの違いで、おそらくは相当なストレスを受けるんじゃないかと想像しています。沖縄あるいは南西諸島の方々がバナナやパパイヤ苗を出品されて、すぐ大きくなって夏には実をつけますとか言うんですが、実際にそうなるケースは非常に少ないんですね。ですから、気象条件と土地柄の違いをわからないと出品する方々はですね、安易な説明をしない方がいいと思うんです。まず活着するように植え付けてみてくださいとか、その程度の方がいいわけでしてね。初夏に植え付けてくれたら年内に実をつけますとか、そんなことは言わない方がいいですね。大体バナナでもパパイヤでも、南西諸島の人たちが説明するような短期間ではなく、翌年、場合によってはさらにもう1年かかる場合があるんですよ。まあ私はバナナもパパイヤも沖縄でも栽培してきたし、和歌山県でも栽培していて、苗の売買とか交換もしてきていますので、どうなるか大体のことは知っているんですが、オークションに出る出品物の説明みたいにはそうそうならないんですね。どちらの環境を知っていても、そう簡単には活着させて収穫まで容易には持っていけないということなんですよ。まあですから、出品されたものを購入する方たちはですね、言葉での説明によって落札するかどうかを判断するだろうと思うんですがね。いくら質問を重ねても
返ってくる答えと、それから実態ですね。実際に本当に短期間で結実するとか収穫できるとか、それは合致しにくいので、まあ、その辺はですね、一応頭に入れておいて、説明がどうあろうとも長い期間をかけて活着させられればいいぐらいに思った方がよろしいでしょう。ムサハジャレイ、ムサハジャライ、あれアジャレイは、やっと3枚目の小さな強小葉を出してきていますね。6月、7月でできれば葉っぱを計8枚から10枚は出してくれて、8月中旬でもいいから出来してくれれば味覚の確認まではいけると思うんですが、なんとなく成長再開が遅いし、あんまり期待しない方がいいのかもしれませんね。